呪いの階段春休みが始まったばっかりだった俺は男友達二人を誘って中学時代に転校してしまったもう一人の友人の家に遊びに行ったんだ朝っぱらから電車に揺られて昼頃にそいつの家に着いて夜の11時まで遊んだ久々に会ったからテンション上がって 4人でバカみたいに騒いでたんだが引っ越した友人の兄貴にも久々に会いたくなったんだだから友人に会えないかと聞いたら自転車で30分くらいで兄貴の仕事場に着けるから今から行くかって話になったジャリは友人の両親と友人兄弟ので4代あったから親御さんにも許可もらって会いに行ったんだで仕事場に着いたら友人の兄貴が ドアの前でに立ちちしててて待ち受けていて久しぶりだなーって笑顔で迎えてくれた親御さんが連絡入れてくれたらしい友人兄の仕事場は8階建てビルの7階の一室でエレベーターで上がったらびっくりなんかプレステとか置いてある仕事する気ねえだろうとか思ったけど前の住人の忘れ物らしい でも俺たちにはそんなん関係なくて友人兄の仕事が終わるまでずっと4人で FF8 を進めてた夢中になって進めてたけど友人兄の仕事が終わって友人宅に帰ることになったこの時点での時間は深夜の2時で友人兄がもう暗くって危ないからチャリーを置いて自分の車で帰ろうと言い出した 来る時も暗かったし、4人いるから大丈夫だと主張したんだけど、万が一何かあったら困るからと譲らない。迷惑かけたくなかったし、少しの間押し問答が続いたんだけど、結果的に友人兄の言葉に甘えることになった。話もまとまって、それじゃあ帰るかと部屋を出て、エレベーターに乗り込もうとしたんだけど、あれ動かない。 壊れたって思ったけど、友人兄が思い出したように、そうだ、エレベーターは12時以降は動かねえんだ、と。その発言で友人兄を覗く4人が、ん、なんだってって感じで、階段をりんのめんどくせえってブーブー文句を垂れ出した。でも帰るには階段を降りるしかないから、しぶしぶ階段を降りることに。 ここで室内の階段より屋外の階段の方が車を止めてある駐車場に近いからそっちを使うことにして屋外階段に続く重い鉄の扉を開けた。扉を開けると8階から1階まで吹き抜けになっている階段に出た。屋外階段って言うから本当に屋外にあるのかって思ったんだけど違うんだな。 なんて、どうでもいいことを考えながら階段を降り出した。狭い階段だったから、俺が先頭で、その後ろに友人兄、友人三人という形で一列に並んで降りてた。で、階段を少し降りたところで最初の異変に気づいた。今までバカみたいに騒いでた奴らが、今度はバカみたいに静かもんだ。 変だなあって思ったけど騒ぎすぎで疲れたんだろうなって特に気にしなかった実際俺も眠くて早く帰りたかったしで気にせず引き続き階段を下り始めてまたすぐ次の異変が起こるなんか爆笑し始めたんだよ後ろでやべえとかマジウケるとかじゃなくって もう本当にただ単純に笑ってるゲラゲラ笑ってるさすがに気味悪くってうるさいよと立ち止まって怒鳴ったんだそしたら突然シーンと静まり返って後ろから友人の声で俺の名前を呼ぶ声が聞こえたんだそしてそれと同時に俺の肩に手が置かれたそれだけなら何の不思議もない ただ友人たちがふざけただけだと言い切れるでも違う俺の肩に置かれた手肩だけじゃなかった体中に無数の手が触れてた一列に並んで降りてるんだから後ろにいる友人兄以外が俺に触れられるはずがない俺は自分が今どういう状況に立たされているかを初めて認識して走り出した でも逃げ出す瞬間に腰から下げてた懐中時計の鎖が階段の手すりに引っかかってちぎれて落としてしまったんだ祖父の形見の大切な懐中時計だったんだけどそんなの捨ておいて走った俺が走る後ろから俺を追いかけてくる足音が響いていて怖くて死ぬかと思った怖かったけど走って走って 一階について扉を開けて外に出た。駐車場の脇に出て逃げ切ったと安心したら涙が溢れてきた。友人たちは大丈夫だろうかとか、あれは何だったんだろうとか、やばい、ションベイちびったとか、いろいろと考えてたら、俺が出てきた扉が開いて友人たちが出てきた。友人たちに駆け寄って大丈夫だったかって聞いたら、 4人が笑いながら「大丈夫じゃないのはお前だろ」って友人たちの話によると扉を開いて階段に出た瞬間俺が狂ったように全力疾走をしだしたらしい話を聞いて俺がはぜんとしていると友人兄が俺に懐中時計を手渡した「どこにあった?」と聞くと お前が走り出して瞬間手すりに引っ掛けて落ちたよ。おかしい。全部おかしい。俺は階段を降り始めた時は走っていないし、懐中時計を落としたのは階段を下りて少し立った後だから1階に落ちているはずがない。でもそれは全部友人たちとの言い分と食い違う。おかしいのは俺の頭なのか友人たちなのか あるいはもっと違う何かが絡んでいるのか以上ですこれがこれまでの人生で唯一体験した恐怖体験なんで思い出すと未だに怖くて泣きそうになりますもう二度とあんな体験はしたくないです 呪いの代償高校時代の話友人マリが私を呪いたいらしかった好きな人と両思いになれるんだよって教えてきたおまじないは一人かくれんぼこれをやると幸福の神様を呼べるって教えてきたのは孤独 これれをやるるとお金持ちになれるって教えてきたのは多分シャレコアにあるリアルって話のやつうる覚えだけど姿見の前に立ち半歩足を動かしてくるりと回ってお辞儀みたいな感じ生き人形遊びだとかお疲れ様とか他にもいろいろあとドアを開けて「お入りなさい」 早く入らないととか言って風が吹いたら閉めるみたいなやつとか明らかにやばいものを呼び込みそうだけどどうなんでしょう私に霊感は全くないけどオカルト系の話が好きでオカルトサイトに入れ浸ってるから大抵の話は知ってるし知らなくってもなんとなく呪いの儀式っぽくねと思う最初はそれ怖い話にあったやつだよ 多分呪いだよってて教えてた。そうすると彼女は決まって残念そうな顔をするからああ呪いたいのかなって思ったそれ以降も「私もやったから一回試してみてよ!と」としつこい面倒くさいので興味ないからやんない道具準備できないでスルーしてた。 そんなある日の昼休み、マリちゃんが唐突に切れた。わけのわかんないことをギャスカとまめいていたけど、少しだけ何を言ってるか聞き取れた。なんでダイエットなんかしたのあんたなんか引き立て役でいればよかった。痩せてもボスはウス。昇進乗りやがって。死ねえー、従業期だとか嘘だろ死ねえ狙ったのになんで死なないんだゾンビー 気に取られる私につかみかかろうとするマリを友人が止めてくれて誰かが呼んできた担任教師登場マリは職員室に連行されたその翌日から学校に来なくなってそのうち退学した呪い返しって私にその意思がなくっても起きちゃったりするのかな私がダイエットなんかしなきゃ マリは狂わずに済んだかもしれないって時々後悔する。だけど体が重くていろいろとめんどくさかったんだよ。祖父母も両親も親戚一同も私も霊感なし。私以外はオカルトに縁どころか興味すらないらしい。力を持ったお坊さんとか霊能者とかそっち方面のツテもゼロ。だからマリのことを どうにもできない呪い呪の石「5年くらい前の話」「親友ともいえる友人は山登りが趣味でよく山に登っては頂上付近の写真と頂上付近の石をお土産にくれる。 なるべくきれいなものを探してるという友人の言葉通りとてもきれいでインテリアにも最適だった自分はその石を棚に並べてコンプリートガチャ石編とかやってたそんな石土産もダブリや山なのかっていうような標高のものも増えてきた頃友人が珍しく2個の石をくれた真っ黒い石と白っぽい石だった 友人曰く普通の石だそうだがなんか霊感ゼロの俺にもちょっと家に置くのはきつくねっていう感じになってた見た目はきれいな丸石だけど友人には「サンキュー」と伝えて受け取りコレクションのとこに突っ込んでおいたその後ラップ音がするでもなく何が来るわけでもなく1年くらい経った 友人ともたまに飲みに行くような良好な関係だったし、石のことも半ば忘れてた。そんなある日、大学時代の友人を久々に家に迎えると、入った瞬間、おい、お前何やってんのなんて突っ込まれた。無修正のあれならもうやめたぞ。いや、そんなもんじゃないよ。呪いとか興味あったのお前。やめろよな。 なんてて軽蔑の目で見てきた俺は訳も分からずに本当にわからないということを訴えると半信半疑ではあるが信じてくれてじゃあちょっとそれ見せてくれないと俺の石コレクションを指さしてきたもちろん断る理由もなく友人に見せたら「うわー!」なんて声を出して俺に突き返してきた。 親友の石をうわぁなんて言われたのにちょっとムカついて、さっきからなんだよ。ちゃんと説明しろや。これは山田が山に登って拾ってきた石だよ。なんか悪いことでもあんのかよ。と、大学の友人に言ったところ、真剣な顔で、それどこの山もしかして X 山えっと、いや、 かなり前からいろんな山で拾ってきてるからわからんけど。と言ったところで、俺は X 山に聞き覚えがあった。もともと地元の山ではあるんだが。そういえば、この石とこの石が多分 X 山で拾ったって言ってた気がする。ああ、やっぱりそうか。黒い石と白っぽい石を指すとそう言った。 何これが何か悪いの確かにいい感じはしないけどさこれ盗品だよひどいもんじゃない絶対にはなんでそんなことわかるんだよ俺の出身学部はそして俺の親父の職業はこの友人は仏教学部こいつ自体は葬式関係の職業だが 親父ささんんはお坊さんそれをはっと思い出した「大学の友人曰く別に専門でもないし扱ってもいないが実習とかでお寺に行くとそういうものを見かける機会があるし親父さんから見せてもらったこともあるがこういうのは絶対に落ちているようなものじゃない」「多分山のお寺や祠などにあったものだろう」と言った。 俺は親友が窃盗したなど信じたくはなく何かの間違いだと反論していたが「お前今忙しくないよなちょっと今からうちの実家来いよ」と言われて親友の汚名を晴らすべく石を持参していくことにした友人の家自体は普通の一軒家で何回か行ったこともあり近くの駐車場に車を止めて友人と共に行くと なぜか友人の親が家の外にいた。どうやら友人が先に電話していたようだった。お久しぶりです。久しぶりだね。夕飯でも食って行きなさいっていうところだけど、それ話の通りまずいね。なんて石を取り出す前に言われてびっくりした。石のことですかうん。正確には。 一個、もうほとんど石じゃないけどね怖いわこんな久々に見たわ親父さん軽く笑いながら言ってたが俺は親友の汚名を晴らすべく親父さんと話そうとしたがうーんこれ自宅に入れたくないなしょうがない職場に行こうかお寺ですかいいんでしょうかうん あんまり行きたくないけどね。不良坊主とはこういう人かと再認識。お寺に着くと本堂ではなく集会所の方へ連れて行かれ、そこでお茶を飲みながら話をしてくれた。本堂ではないんですかこんなもん入れたら上の人に激怒されるよ。<laughs> こんなもんってただの石では うん、石だねでもこれは石っていう区分にするにはちょっともう力が強すぎるんだ力パワーストーンとかいうあれですかああ、うん、そうだよ石っていうのは少なからず力を持っているんだもちろんコンクリートとかじゃなく自然石ねあもちろんですそれに 山っていうのは力を集めやすいんだ山信仰ってのは昔からあるように山っていうだけで信仰対象になる信仰の対象になるってことは力が集まるなんとなくわかるだろう正直なんとなく近まあそんなもんだよ。親父さんは石を指さして だけどね、たまーに形とか場所とか、色とかイランなものが重なって、異常に力が強くなるものがあるんだ。だけどそういうものは、大抵人が入りにくいとこにあったりするんだ。人が集まるところには、神聖性が生まれるからね。ほ、ほうん。 だからこそ祀られたりするんだよ。でも問題はこれのように力のある石を人為的にダメなことに使おうってのが困るんだ。ダメなこといわゆる呪いとか呪術ってやつだね。呪術ってブードゥーとかのあれですかねじゃあこれは呪いのものなんですか そそうそう、多分結構殺してるねいきなり話がぶっそうになった殺しですか詳しく言うと殺しの手伝いだけどねかなり古いもんだしうーんまあうちで預からせてもらおうあはいありがとうございますそこでおじさんの顔が真剣になり この石をくれた人って今ご存命と聞いてきた。もちろん存命だし連絡も取れると言うと。近いうちにここに来てもらえるかな近いうちというか、もう明日でもいいから。なるべく早い方がいいな。なんででしょう早くしないと、その人、まずいかもよ。は まずい命がってことでしょうかうん。命がってわけではないが、いろいろ良くないからさ。明日ってのは言い過ぎだけど、早めにね。じゃあ。とりあえず親父さんに礼を言い、その場は終わった。その後、仕事場で事故があったりして、親友に連絡したのは一週間ほど経った後だった。 久しぶり生きてる元気だぜ飯の誘いかいやちょっとお話があってさお前だいぶ前に俺にくれた X さんの石って覚えていや知らんえでもお前がこれ。知らねえってしつこいぞ飯に行かねえなら明日仕事だし切るぞちょま 切られた。本当に意味がわからんかった。しかし、あいつが何かしてることは確実と思いながらも、連絡手段は電話しかないし、どうしようもなかった。その後、俺が聞いた友人の続報は、葬式の案内だった。山の事故で死んだと聞かされた。 葬式は昔からの友人が集まり、粛々と進められた。その後、飲み屋で、同窓会ではないが、仲のいい奴らで飲んでいたところ、友人の一人が妙なことを言い始めた。しかしな、お前よく葬式に来たな。えなんで無職じゃないぜ、俺。いや、お前、あいつに相当嫌われてたぜ。 散々あいつからお前の悪口聞かされてうんざりしてたんだよ。他のやつも。お前もか、俺も台湾聞かされたよ。俺も俺もなんてその場にいた5人くらいが俺への悪口を聞かされていたようだった。寝耳に水であり、本当のこととは信じられなかったが、俺への相当きつい罵詈雑言が書かれたメールを見てぞっとした。 どうやら真相は、親友は山で拾ってきた石に恨みを込めて俺にくれていたようだった。メールにそんなことが書いてあり判明。恨まれていたなど全く思っていなかったし、恨まれる要素も思いつかない。それよりも、そこまで恨まれていたのに飲みに行ったり、結婚してなんて愚痴り合ってた裏でそんなことを思われていたなんて、俺は背筋が凍り、 便所に駆け込んでゲロった山に行くのも途中からは呪いの触媒を探すために行っていたようだっただからこそ登る甲いもないようなところまで編成していたとその後あの一体の石は X 山のお寺に納められていたものでその後元にあったところに納められたそうです 俺は今でも山には登れません死の呪いと不幸の呪い杉さんというもう亡くなった保険会社の人の話なんだが俺は杉さんと呪いを掛け合ってしまい 自分だだけが生き残ったんだ俺は保険会社のバイト最低賃金で正社員総合職以上のノルマの地方在住の田舎も杉さんは田舎の営業所の所長俺は実は保険会社でノルマ達成できず毎日杉さんに殴られたり蹴られてた。 この保険会社は有名なあの会社です。不払いトップのあの会社ね。杉さんが、てめえよくも代謝出しやがったな。ああ特約は支払わなきゃならんでしょう。その日も杉さんに殴られた。俺、頭もよくねえし、障害者だから。 健常者の杉さんが殴ればすぐ口から血吐いて倒れる内臓にパンチ食らったらうんこは白や緑水になる火災部の課長が杉さんが君のことで変なこと言ってたは俺車両事故ちゃんとやってますよあんた杉さんに呪われたよ 杉さんは不幸を他人に移すことができると言われてるほど強運の持ち主だそうな杉さんがでっかい声で「お前なんか消えちまえ!」と叫ぶと相手は交通事故しか突然しか発狂しかしないという俺はそんなの信じません戻ります俺は今まで就労先からこんなに殴られたことはないし ととうとう口から出血が止まらなくなった会社を休まなかった理由は杉さんが「てめえみたいな傍は休みやがったらクビ!と」と連日脅してたからだ俺は金曜晩に入院先もある婚姻の先生に輸血してもらった俺は生まれつき血が止まりにくい日によっては垂れ流し 月曜、先生と泣く病院の人に謝って会社に行った。もう我慢の限界だった。杉さんが消えろ。俺じゃなくって杉さんが。そう毎日思い、俺はおかしくなった。トイレでも夢でも、俺は生々しいくらい杉さんと殺し合う映像を見続けた。 最初は杉さんに殺されてたんだがゾンビに食われろとある夢で思ったら杉さんに勝てた杉さんは車で跳ねようという夢で頑張ってた俺は杉さんの車にバイオハザードのゾンビが何百か襲いかかれと想像した現実でも俺はおかしくなって藁人形を焼いたりしてた俺は血を吐きながら 消えろ消えろ消えろと部屋の中で水便を漏らしながら深夜呪い続けた。そのうち、俺の血で藁人形は染まって、それでも許せなくて床に何度も叩きつけた。俺は杉さんを呪うたんびに出血が激しくなっていった。ストレスだろうな。ステロイドを先生に多めに出してもらうか。 なんて気楽に考えてた珍しく俺は日曜いい夢を見た子供の姿で川で遊んでいた起きたら昼だった杉さんがいるんだ部屋に「お前さステロイドを消してやるよそれなきゃ死ぬんだろなんで俺気が付かなかったんだろう」 杉さんはいつの間にか消えていた次の日会社に行ったら杉さんは心筋梗塞で亡くなったと聞いた俺は勝った杉さんにただ俺はなぜかその日以降人に言われなければステロイドを飲むことを忘れてしまった時々2週間飲んでないとかあった 俺は会社にいられないほど弱ってしまった血が止まらないそして俺は意識を失い気がついたら大学病院で脾臓を取る話を医者としてたこの辺の時間の移動は全くわからない会社を退職した日からなぜか3か月経ってたその間俺は一体どうしてたんだろう医者に聞いてみた 君いい加減にしろ。真冬雪の中道路に飛び出したり飛び降りたりしただろう。俺は精神科医にも回された。眠りたくないと叫んだら亀甲薬で寝ようと優しく促された。どうしてステロイド忘れちゃうの飲みたくないのと研修医に叫ばれたりもした。俺はもうその時点で。 自分の名前や住所が分からなくなっていたしなぜステロイドを飲むのかと医者に聞くほど異常になってたそのうち研修医や看護師も医局長に証言するようになった彼は本当に分からないんです何言っても分からないみたいです 俺は毎回泣き叫ぶ母親に自分を説明されて現状を知ったりしてたやがて外科で膝を取る日が来てそして俺は病院をすぐ退院した膝を取ったおかげか俺の数値は健常者になってた俺は足が固まのはずなのになぜか退院後それを忘れて歩いてた 時々記憶が戻り杉さんとの日々が俺を苦しませた俺はステロイドを飲んでないまま数ヶ月たった今では病院に行くことさえ忘れてしまった足はまるで健常者だしなんだか俺はこの不可解な事件がどうでもよくなってしまった時々記憶が戻るけど 杉さんのことは極力思い出さないようにしてる杉さんのイメージが湧いたらすぐ楽しいことを考えて杉さんが頭の中から消えますようにと祈ったそんで今は障害者手帳も特定疾患も良くなったんでいりませんということになっている時々部屋で出血する夢を見るんだけど 杉さんを殺したのは自分だとたまに自覚するあんま怖くなくてすみませんこの話を姉に話したらぼそっと呪いうんぬんより杉さんの方が怖いよお姉ちゃんも何としねトと呪ったことかそう言われた 血を返した異常な呪いが効いたのかなとふと思う。この事件で人を呪ったり呪われたりは怖いことだと分かったからあまり人に強く感情を持てなくなった。でも杉さんのような異常な人はもう会ってません。自分も異常者だと思うけど本当に杉さんは怖かったわ。 呪いの参加大学の友人と4人で海へ旅行へ行った時の話いつも仲良かった4人で旅行ってことでずっと前から楽しみにしてた実際行きの車中とかでもいつも通りの雑談が普段より楽しかったりして何かわけのわからない看板とか建物とか見るたびに笑い話にしたり で、そんなテンションだったから、着いた民宿がすっげえおんぼろだった時も逆に盛り上がったりした。え、やべえ、火を抑えすぎたみたいな感じで。おかみさんらしきおばあちゃんに案内される時も、他の客や従業員は全然見なくって、こんなボロい民宿だからシーズンでも客いないんかなと思った。板張りの床はでかい音でギシギシ鳴るし、部屋に トイレはなくて廊下の共同便所だった。しかも和式。上から吊り下がった裸電球は盛大に埃をかを被っていて、ちゃんと掃除しろよと毒づきたくなった。まあトイレから少し離れた俺らの部屋は半外と小切れにしてあったし、メインは昼間の海遊びだから、まあいいか、みたいなノリになった。で、とりあえず部屋に荷物を置いて、 早速泳ぎに出た。日が暮れるまでなんだかんだと遊びまくってすとまりだったんで外で飯を食って民宿に帰ったのは夜の9時頃だったと思う酒を飲みながらだらだらと話していたけど昼間には泳ぎまくってたし移動の疲れもあって日付が変わる頃になるともう眠くてダウン適当に雑魚寝になって寝たふと 深夜に目が覚めたのは何時頃だったかな多分そんなに長く眠った感じはしなかったんで2時とか3時くらいだったと思う友人の大きなえびきが聞こえる俺以外は爆睡してるっぽいで自分がすっごく大に行きたいことに気づいてああこれで目が覚めたんだと思った そういや、民宿に帰ってきてから、まだおしっこすらしていない。うげえ、こんな夜中にあの便所かよ。なんか出るぜ。とか、ぼーっとした頭で思いながら、友人を踏まないように気をつけて、便所に行くためにそろそろと部屋を出た。床をぎしぎし鳴らしながら、真っ暗な廊下を半分手探りで進む。明かりのスイッチは、便所の外側にあった。 あの裸電球のありさまを思い出して、もしつかなかったらどうしようかと思ったが、スイッチを押すとパチンと音がして、便所に無事明かりがついた。予想通りというか何というか、すごく弱々しい明かりだったが、ともかく用は出せる。俺は盛大にパンツを下ろして気張り始めた。シーンと、 耳が痛いくらいの静けさっつうか寂しさっつうか俺の排泄音と息遣いの他には何の音もしない台が出にくい糞ん詰まりみたいだった和式だから足がいて「あの子可愛かったな」とかなんとか真夜中のこんなホラーな便所にしゃがんでる怖さっていうか寂しさで 頭の中でいろいろ無関係なことも考えたりしながら、とにかく早く部屋に戻りたかった。まあ、母官らしきメインな物は出しちまって、あとは残りよってなとこだった。最初にそれが聞こえたとき、一瞬、んと思った。俺の勘違いではないっぽい。また聞こえた。 外の廊下がギシギシになってる。どうもこちらに向かって歩いている。この奥に客室だとかはなかったと思うから、この便所が目的地なんだろう。手前の客室とかも俺らの部屋以外に客はいないようだった。ってことは、友人の誰かが目を覚ましてトイレに立ったんだろうか。俺が部屋にいないんだし、便所に明かりがついてるんだから、 空いてないってことぐらいわからないかなと思ったが、ひょっとしたら漏れそうだとか、腹を下したとか、その誰かさんも切羽詰まった感じなのかもしれない。それを裏付けるかのように、相変わらずギシギシと音を立てて、誰だかは止まることなく近づいてくる。俺は便所の内鍵が閉まっていることを確認し、早く出てやらんとな、と、また下半身に力を込め始めた。 ついに誰だかが便所の前に到着した。もしノックをされても体制的にノックを返すことは難しい。なので先に入っていること、もうすぐ終わることを知らせるべくドアの向こうに立っている誰かに声をかけた。誰だ入ってんのは俺だよ。悪いな。もう住むから。それとも民宿の人返事はなかった。 パチンと音がして、便所の明かりが消えた。はおい、なんだよ。つまらねえいたずらやめろよな。自分の手も見えないような完全な真っ暗闇にパニック気味になりながら叫んだ。お前ら、マジシャレになんねえって。このトイレ、超怖えんだから。返事はなかった。ドアの向こうに突っ立ったまま動かないようだ。 くそ出たらぶん殴ってやると思いながら、急いで残りの台を済まし、髪の場所を思い出して手探りで巻き取っていると、ドアの向こうで何かボソボソとつぶやいているのが聞こえた。声が小さすぎて何をしゃべっているのかもわからないどころか、友人のうちの誰なのかも見当がつかなかった。ケツを拭いている間もずっとボソボソつぶやいていて、いたずらにしては度がすぎていると思った。 あまりの演出っぷりに、もう怒りは収まっていて、むしろ苦笑っつうか、よくやるわ、と笑えてきた。またもや手探りで水を流し、俺は立ち上がった。真っ暗闇で壁に手をつぎながら、内鍵を探す。缶抜きが手に触れた。ところが、その段になっても、水の流れる音で少し聞こえにくかったが、 相変わらずボソボソとつぶやいている。おい、もう出るぞ。お疲れさん。マジビビったわ。ドア開けるから、ちょっと離れてろ。ドアノブに手をかける。開かない。意味がわからなかった。ノブが回らない。便所に外鍵などあるはずもないし、んなんで 壊れたのかと思いながら両手で思いっきりやっても回らない。で、ようやく理由が分かって嫌な汗が出てきた。ドアの外に立っている誰かがものすごい力でドアノブを掴んで回させないようにしているんだ。おい、参った。もう降参だわ。勘弁してくれ。俺はおどけて言いつつも多分顔は笑ってなかったと思う。 水の流れる音が完全に終わり、また真っ暗闇とぼそぼそつぶやく声だけに戻ったとき、俺はさらに汗が噴き出すのが自分で分かった。明らかにつぶやく声が大きくなっている。内容までは聞き取れないのは同じだが、水の流れる前は消え入りそうな囁ささきだったのが、水の音が消えた後では確かに肉声がちゃんと聞こえる。低く、 男か女かもわからないような声。その声を聞いたとき、俺はまたもやパニックに陥った。だって、明らかに友人の誰かではない。聞いたことのない声。かといって、友人でなければ、こんなことをする理由がない。こいつ誰なんだなんでこんなことをするさっきから何をぼそぼそ言ってる 突然声が止んだ。強烈に嫌な予感がして、俺は内鍵を閉めた。その途端、ガツッとノブから音がした。俺が鍵を閉めたから回せなかったんだ。何度かガンガンとやっていたが、俺はそれを聞きながら、ドアの向こうにいるのは人間じゃないのかもしれないと思い始めた。その何かは、またぼそぼそとつぶやき始めた。 また、さっきよりも声が大きくなっている。思い出したようにガンガンとドアを叩いたりもする。で、俺は突然わかったというか、なぜか確信したんだけど、このぼそぼそ呟いている声は何か尋常じゃないくらい恐ろしいことを言っていると思った。そして、何が何でも聞いちゃいけないと思った。 正確に言うと何を言っているか理解してはいけないと自分が知っているような感じだった。根拠はなかったが不思議に当たり前のように確信した。例えば高いところから飛び降りちゃいけないのと同じくらいはっきりと致命的な結果になることが分かった。しかしそれが分かったところでどうしようもない。むしろ声はだんだん大きくなってくる。 このままでは聞きたくなくとも聞いてしまうし、それが日本語なら理解したくないとも理解してしまう。いつの間にか俺は泣いてた。大声で友人の名前を呼んだり、助けて助けてとか、何枚だとか、とにかく泣きながら必死になって叫びまくった。自分が叫ぶことでドアの向こうからの声を打ち消したいってのもあった。それにしてもおかしい。 深夜にこれだけ大声を出しているんだから、友人や民宿の人や、いるなら他の客が起きてきてもいいはずなのに。そうこうしている間にも声はどんどん大きくなり続けてる。もう自分で叫び続けていないとはっきりと何を言ってるのか分かってしまうくらい。この声を聞いてはいけないと、なんかとんでもなく恐ろしいことを言ってると、なぜか知ってる自分自身を恨んだ。 俺は叫びながら、鍵だけでは不安なのか、こちらのドアノブを必死で押さえつけたんだけど、もうダメだと思った。叫びすぎて喉がやばかった。きっとドアの向こうの声はもっと大きくなっていくだろう。なんでこんなことにとか、俺はどうなってしまうんだろうって、もう泣いて泣いて何が何だかわからなくなった。 俺は中指を耳の中に突っ込んで、さらに手のひらで耳を覆い、便所の隅に頭を向けて背中を丸めてうずくまった。真っ暗闇なので、便所のどのあたりに顔を突っ伏しているのかわからないが、もう汚いだとかいてられる状況じゃない。叫ぶ力もなくって、でも何か喋ってないと、 耳を塞いでも、もうあの声が理解できてしまいそうなくらい声は大きくなってた。俺が、その時パニックの中で何を言ってたか覚えちゃいないが、多分、神様、神様、助けてください、とかだったと思う。トイレのカズミ様に祈るなんて、今考えたら、例のヒット曲も相まってお笑いなんだが、もうその時は必死だった。その時、 頭を誰かに触られた。ビクッとなって俺は顔を上げた。ついに奴が入ってきたのかと思ったが、ドアの向こうでまだつぶやいている。いや、もうつぶやくなんてもんじゃない。大声だ。一瞬何を言ってるか理解しそうになって慌てて俺も叫んだ。一単語すら聞かない間だったが、奴の発音は間違いなく日本語だった。 どうすればいいのかまるでわからず、もう疲れてどうでもよくなった。何を言ってるか理解したとき、どうなるかは知らないが、もう好きにしてくださいと投げやりになっていた。俺は塞いでいた耳から手を離した。その瞬間、真っ暗闇の中で手を強く握られ、引っ張られた。えとか思ってるうちに、俺は壁があるはずのところを抜けた。 ていうか、その間に、俺はもうドアの向こうからの声を聞いてしまっているんだが、聞こえてるのに頭に入ってこない。意識はすべて俺を引く手の方に吸い寄せられてる。前後左右も上も下もない真っ暗闇の中をなんだかよくわからないが引っ張られるままにどこまでも走れた。だんだんあの恐ろしい声が遠くなっていき、 ついには聞こえなくなった。走り疲れてうろめいた。派手に倒れて尻餅をついた。体以上に精神的に相当に疲労してる。とにかく助かったんだ、とはっきり分かったとき、俺は気を失った。意識を取り戻したとき、俺は便所にいた。 ドアを誰かがどんどんと叩いている。俺はまたもやパニックになりかけたが、俺の名を呼ぶ声と、大丈夫かという声が友人たちのものだった。何より、便所は今は明るい。ちゃんと明かりがついてる。鍵を開けた瞬間、勢いよくドアが開いた。俺以外の三人の友人たちの顔が並んでた。友人たちは心配そうな顔で俺を見ていたものの、 大丈夫そうだと安心したのか。お前何してんの夜中に大声出して。巨大トカゲでも出たのかとか冗談を言い始めた。俺は友人たちの顔を見た時の半端ない嬉しさは途端に忘れて、なんだか無性に腹が立って。なんだよ今頃っていうか、あれ本当にお前らじゃねえのかよと怒鳴った。 友人たちは不思議そうな顔をして。今頃って、お前が廊下だか便所だかで助けてとか叫ぶもんだから、俺ら飛び起きてすぐ来たぞ。したら、お前便所にいるっぽいけど、呼んでも返事ないし、騒ぎで民宿の板も今来たとか。見ると、ここに着いた時に部屋を案内してくれたおばあちゃんが少し離れたところに立ってた。少し困ったような顔で、 お客様、何かありましたんかなどという。でも、何かを隠しているというわけじゃなく、自分らの管理不足で、虫だか爬虫類だかが出たかもしれないことを心配しているような感じだ。まさか友人の冗談を真に受けているわけでもないだろうけど、俺は、いや、なんでもないです。すみません。と取り繕って、とにかく友人たちと部屋に戻った。 でまあ、ごちゃごちゃと質問されたり、何かと鬱陶しいことがあったんだが、それは割愛します。それからは、特に何もない。これで終わりだ。あの便所での体験を思い出すときに、ドアの向こうの何かや、俺を助け、引っ張った何かは一体何だったんだろうと考えることもあるけど、その土地や、 民宿での因縁話やら思い当たるものも何も知らない。まあ調べてもないけど。第一、俺が便所で寝てしまって悪夢を見ていただけって可能性もある。あと、やはり友人のいたずらだったとか。でも何かに手を引っ張られて走った感触は絶対に本物だった。壁はないのに床はどこまでも便所の床で。 普通に考え,りゃありえないんだでそれと同じくらいあの恐ろしい声をもしも聞いてたらヤバかったって確信も本物だあの時助けてくれた何かにはまだ礼も言ってないこの話を書いたついでにここで言っとくまあ今更こんなとこで言ったって届くっつうか伝わるわけないけどありがとうございました 復縁のおまじない先々週別れた彼女から呼び出され昨日会ってきた呼び出されたファミレスには元カノと知らない女元カノは一週間やそこらでこんなにと驚くほど痩せこけ青い顔隣の女はなんかアジアンな服を着た眼鏡っ子で 向かいに座った俺をにらみつけていた「復縁話?」「まさか子供できたとか言わないよな」とか考えながら話を待つぶっちゃけ復縁する気は全くなかった別れた原因は俺の浮気なんだけど俺が別れを決断した最大の理由は浮気を知った元カノのメンヘラな行動が怖かったからだ 浮気相手に呪いの手紙を何十枚も送りつけ俺の気持ちが返ってくる儀式を行い恋人同士なのにストーキングされたレジカメでブログネタを撮影しようとした時偶然映り込んだ赤外線盗撮カメラを発見し別れを決断した話が始まらないのでドリンクバーからコーヒーを持ってくると意を決したように元カノが口を開いた もう、私に呪いをかけるのやめてください絶句した呪いなんかかけてねえってだばり込む元カノに業を煮やしたのか隣の女が話し始めたなんか自分用語とか多くって分かりづらかったがようやくするとこうだ俺と別れてから 小懲りもなく復縁のおまじないとかやってたらしいそしたらある日の朝方部屋にやばい霊が数体現れた水晶とあらじを青春でのお清めで退けたがそれからいろいろな霊が入れ替わり立ち替わり現れるんで怖いし眠れないもう復縁しなくていいから呪いを解いてほしいそんなことを切々と語られたよ 俺は呪いなんかかけてないしそもそもかけ方も知らないと何度説明しても納得してくれない結局話し合いは平行線で帰宅した帰宅後なんとなく元カノがやってた復縁のおまじないが気になりググってみたら頭痛くなった元カノのおまじないは以下のようなもの1 俺との思い出のぬいぐるみを切り綿を抜き米を詰める2。そこに俺と元カノの髪の毛を入れる。運命の赤い糸で縫う。青春を満たした洗面器に浸しぬいぐるみに向かって俺の名前を言って帰ってきてと何度も言う。4 最後にぬいぐるみのハートにペーパーナイフを刺すそんな感じこれってちょっと違うけど一人かくれんぼだよね一応元カノにメールで一人かくれんぼのやめ方は教えた <laughs> なんかすっげえ怖かった 呪いの絵馬8年ほど前俺が専門学校に通ってた頃の話その頃は専門学校生で学校でつるんでる仲間とよく心霊スポットに行ってた別に大好きってわけでもなくて特に行くとこもなくてただドライブしてるだけもつまんないんで適当な目的地として心霊スポットを選んでるってだけだった うお、怖えとか、その場のノリで行っては見るものの、別に怖いなんて思ったことは一度もなかった。そんな頃、友達が車を買ったと言うんで、その新車でドライブに行くことになった。また、計団も行く。もう、心療スポットはええよ。別に女の子おるわけじゃないし。行くとこないじゃん。米軍基地でも行こうか。 あらかた近場の死んでスポットは行き尽くした俺たちはそんなことを話しながらドライブしてた。そういえばと友達が話し始めた。Y ってとこに S ネってとこあるらしいんじゃけどそこなんか怖いらしいで。へえ、どんな違和があるん聞くと何でも Y って場所は 縁結びの神様が祀られてる神社があるそうなんだが、そこで、ある女が好きな男への思いを願い続けたが、ついぞ叶わず、その神様を呪うという意志を残して、身を投げたとこなんだそうな。ええじゃん、行こうよ。でも場所がいまいちようわからんわ。Y はわかるけど、エスミネって聞いたことないよ。ええよ、コンビニで聞こう。 別に目的地に着けずとも何か探すっていう目的でよかった。俺ら流の遊び方。Y は少し遠かったけど、夜は道も空いててそんなに時間はかからなかった。俺らは適当なコンビニを見つけて、S ミニを探すことにした。友達二人は売り物の地図を広げて、俺は店員に聞いてみた。 すいません。ここらで、エスミネって知りませんああ、エスミネ、ありますよ。そう言って、店員は詳しい行き方を教えてくれた。そこって、神社ありますああ、T 神社でしょ。今から行くんですかそうそう。なんか、怖いらしいから。怖いですよ、あそこは。 店員の口ぶりに興味を引かれた。え店員さんも行ったことあるのええ。エマでしょ。エマええ。エマの遺書。にそれ。エマに遺書が書いてあるんですかそうですよ。右側の書けるとこの一番下の右から三番目くらいかな。 一番奥でももうさすがにないかなそこにあるのえ俺は見たんですけどねまあ今から行くんでしょもし見られなかったら何か書いてあったか教えますよ大体いい覚えてるから帰りもここを通るんでしょそんな見て大丈夫な 外しちゃダメらしいですよ。俺はビビって外せんかった。できたら外してみてくださいよ。またまた。なんて店員と談笑していると。おい、場所わかったと友達が地図をしまって話しかけてきた。お店員さんが教えてくれたわ。ついでにおもろい話も。ほんま、地図載ってなかったや。 分かったんなら行こうや。オッケーオッケー。おもろい話したるけえの。ただで出るのは悪かったんで缶コーヒーを一本買って店を後にした。俺はさっき店員から聞いた話を走る車の中でコーヒーを飲みながら友達に話した。それマジでやばいんじゃないのまあ外すまあや。 見るだけならええんと外したらどうなるか知りたいわお前外してみてやお前店員と同じことを言いよるわそんな話をしながら店員に教えてもらった通り車を走らせたおあれじゃない神社らしきものが見えてきたそこは 結構山を上がったとこで神社はちょうど頂上付近に立っているって感じだったその辺り一帯が多分みねなんだと思う俺たちは車を止め神社に入ったが神社は思ったより綺麗でなんだか拍子抜けしてしまったなんか心霊スポットって感じでもないのああ これなら俺らの近所の神社の方がよっぽど怖いでまあ絵馬探してみようや絵馬がかけてある掲示板みたいなものはすぐに見つかった幅2メートル弱くらいのものが2つ並んでいた右側の一番下の右からに3番目 エマは掲示板全体にぎっしりといった感じでかけられていたが店員が行った箇所に目をやるとちょっとおかしいあったいやないけどんー何これ右側の掲示板一番下の一番右エマをかける釘の根元になんだか郵便ポストのようなロッカーのような いやまるでビルの配線やらが入ってて丸いとこを押して取っ手を出して開くやつみたいなわかってもらえるかなそんなものが取り付けられていて蓋に開いた小さな穴を通って釘は打ち付けられていたその蓋の両端は耳みたいに取っ手が出してあってそれぞれ南京状がしてあった そうじゃきっとそうじゃおこれ怖。中に目的のそれが入っていると確信して妙にテンションが上がった俺らはそのロッカーみたいな箱を外してみようとなった箱は掲示板に釘で打ち付けられているだけだったんでみんなで引っ張れば外れそうな気がした 最初に箱にかかってるエーマを全部外して車から持ってきたマイナスドライバーで箱の打ち付けられている部分を持ち上げて指が入るくらいの隙間になってからみんなで引っ張ったバキッと音がして箱が外れたうお外れた中には明らかに他のものより古い黒ずんだエーマが入っていた。 みんな最初は黙って見ていたが俺はエマに顔を近づけよく見てみた何も書いてない裏返してみるとじらしきものが書いてあるみんなも顔を近づけた「おい火つけて見えんわ友達がライターの火でエマを照らす」 大好きな Y さん大好きな Y さん祈ったのに離れていった裏切られた許さないみんなゼックしたこれは怖いうわ怖えテンションが上がった俺は調子に乗ってオーバーリアクションをしてしまった 手に持っていたエマが俺が振った手に引っかかってポーンと飛んでった。あカツンと音を立てて落ちるエマ。俺は急いで拾い、すぐに元の場所にかけた。やべえ。さすがじゃん。いや、ほんまにわざとじゃないんよ。ちょっと調子乗ってもうて。 友達に言い訳をしてもしょうがないんだが、なんだか怖くてそんなことを言った。うーやばいんかね。まあ、迷信じゃろ。なんもないや。こんなもん。ちょっとビビり始めた俺に気を使ってくれる友達に、ちょっとほっとしたその瞬間。こりゃーものすごい怒鳴り声。 俺は腰を抜かして、そこにへったり込んでしまった。また嫌かしかと思ったら、まさか外しおるとは、こんなバカもんがいきなり怒鳴ったおっさんが神社の人だってのはすぐに分かった。いい年こいてこんなところ見つかるなんて情けない。警察呼ばれたらやばいかも。すいません、すいません、すいません みんな、謝るふりして逃げるタイミングを目配せして測ってた。すると、おっさんは、外したか。あ、あの、はい。箱外したんは見りゃわかるわ。今じゃ。今は外しとらんじゃろの。あの、ちょっとだけ、ほんのちょっと、すぐに戻しましたよ。 おっさんは押し黙ってふーっとため息をついた誰なら外したんは俺ですちょっと来いいやうほんまにすいません出来心で箱も直しますから、うん、ごめんなさい平家来い言うたろうが。 おっさんはいかにも神社の人って格好をしているのに、幕下出る様子はまるでヤクザだった。俺は仕方なく、湯がんままついていった。その時、俺をおいてに言おうかどうしようか迷っていた友達の様子がとても憎らしかった。結局、友達二人もついてきて、俺らは神社の裏手の建物の中に連れてこられた。さてと。 おっさんは正座している俺の前にしゃなりと座ってじっと俺の目を見た顔が怖くて目をそらしたかったがそらしてはいけないような気がして俺もおっさんの目をじっと見ていたしばらくしてあんた男前じゃなは彼女はおるんかいえ,えええ一応 好きなんかいのえええー、まあ訳のわからない質問に困惑したがなんとなく心配になって聞き返したあの彼女がなんかまずいことにでもなるんですかうんもしかしたら調子崩すかもしれんえなんで あんた、あそこまでしたなら、あのエマが何か知っとるんじゃろええー、噂で。あのエマがあそこにかかっとううちはの女も悪さはせん。決して安らかなわけではないがな。外すと途端に悪さはするんじゃ。自殺したもんもある。え俺は絶句した。 俺らもやばいんですか後ろの友達2人が聞くと「ちょっと外れたくらいならあんたらは大丈夫じゃ」でもあんたはちょっと悪さされるかもしれんあんたは男前なきもしかすると女を狙われるかもしれんちょちょっとうどうすればいいんですか幽霊なんか信じない。 そう信じていた俺はもう完全に例の存在を肯定していた。あんたに影が見えん、女のところに飛んだのかもしれん。もしかしたら何もないかもしれん。女が調子悪くなったら病院へ行く前にここに来い。おっさんは棚からメモ用紙を取り出し、電話番号を書いて俺にくれた。ええか。 次わざしたら警察突き出すけんの。うわかったかうわいいい返事をして頭を下げて帰ろうとする俺らを呼び止めて、おっさんは工具一式を持ってきた。直していけ。俺たちは外した箱の修理をやらされた。まあ当然といえば当然なんだが。 まっくれた板をボンドでひっつけてつける途中目の前で揺れる古びた絵マが怖くてマジで帰りたかった絵馬に箱をそっとかぶせて釘を打ち直したこりゃどうにかせんとなおっさんが後ろでつぶやいたその日はなんだか大変なことをしたと思ったがなんか実感がなかった 帰りの車の中でも。いやお前はやると思うだよ。さすがじゃの。うわ怖え。ポーンじゃもんの。俺できんわ。いやマジでビビってもうたよ。でも正直、おっさんの方が怖かったけど。ほんまや。何やれ。ヤクザか思うたんや。 緊張感などまるでなく解放されたあんたで逆にハイテンションだった彼女も大丈夫やあんな脅かすために打たんじゃうや俺もまあないだろうと思っていた帰りに行きに寄ったコンビニによって店員にエマを外したと報告して帰った店員はどうなったか聞いてきたが何もなかったと言うと なんだと言った感じで笑ってた。次の日、一応心配だった俺は彼女に電話をして体調を確認した。そんなことを聞いてくる俺を彼女は不思議に思って何かあったのかと聞いてきたが、元気そうだったんで次の日の休日に会う約束をして電話を切った。その晩、彼女から電話があった。 明日生えんかもえどうしたドキッとしたなんか風邪ひいたみたい熱あるの寒気もするし治ったらいいんだけどなんかひどくなりそうでもしダメだったらごめんね俺は急に怖くなったそう あったかくして今日はもうねえや。電話を切って俺はすぐにおっさんにもらったメモがちゃんとあるか確認した。電話番号を携帯のメモリーに入れてメモも財布に入れておいた。もし明日彼女の体調がやばかったら電話をしよう。次の日、昼前に起きて彼女に電話を入れてみた。 何回かかけたが出ないしばらく待ってまたかけたさらに待ってまたかけた全く電話に出ない彼女が心配になってバイクで彼女の家に行った彼女は実家暮らして実家の番号は知らなかった彼女の家についてチャイムを押そうとしたその時玄関がガチャリと開いて彼女を背負ったお父さんが出てきた えお父さんは俺を見て「こいつの友達か今はちょっと体調が悪いんじゃ病院に連れて行くけ」「背負われている彼女は意識があるのかないのかもよくわからなくて口をパクパクさせてやっと呼吸をしている」といった感じだった「これは電話をしないと?」と思った。 すぐに携帯を取り出して、神社の番号に電話をかけた。玄関から判別のお母さんが出てきて、お父さんに駆け寄り、あなた、救急車呼ぼう車の方が早い。なんて言い争いをしてた。それを聞いて俺はパニックになりかけてた。T 神社です。あの、山田と申します。神主さんを、お願いします。 あ、はあ、少々お待ちを。保留音が2、3秒流れ、すぐにおっさんが出た。もしもし、大丈夫か彼女が、彼女が落ち着け、すぐに来れるかおい、すぐに、すぐに行くから、助けてくださいすぐに来い。車か気をつけ。それと、これは携帯電話か そうですじゃあ切るなこのまま彼女の耳に押し当ててわしの声が聞こえるようにせわ、わ分かりました携帯を自分の耳から離した俺に両親はすぐ詰め寄ってきたおおい今の話は何やどういうことや車で話しますだから車貸してくださいすぐに 気づくと俺はべそかいて、涙と鼻水で顔がぐちゃぐちゃだった。病院に行くんじゃないんかわけ話せ。神社に行くんです。俺が幽霊にちょっかい出したんです。そのせいで彼女はこうなってるんです。お払いしてもらうんじゃ、すぐ行かんと。俺はまくし立てた。俺のすごい剣幕に両親も押され気味で困惑していた。 さすがにいきなり幽霊とか言われりゃ困惑するだろうが何言ってるの病院行かなきゃあなた迷うお父さんの背中から彼女がふと目を開けて俺を見ていった Y さんエマにあった名前大好きな Y さん俺は血の気が引いた 両親を殴り倒して車を奪ってでも神社に行かなきゃ。行こう。急にお父さんが娘を車に乗せた。君が運転してくれ。俺はすぐに車に乗り込んだ。お母さんは、あなた本気どういうことと、さくらん気味だ。お母さんも乗り込んできて、 運転席の俺に掴かみかかるが、俺は構うもんかと車を発車させた。そして、揉めている両親の怒号を打ち消すような大声で叫んだ。この携帯電話を彼女の耳に当ててくれキーキー騒ぎ立てる母親を制止して、お父さんは携帯電話を彼女の耳に当てた。すると、彼女は苦しみ出した様子で、お母さんはもう狂ったように、やめてやめてー と叫んでいたこれはないやなんでこんなことするんや神社の神主さんがそうしろって俺もわかりません。車の中はしばらく想像しかったがやがてお母さんも落ち着いてきてというか疲れてきたというかお父さんは詳細を把握しようと俺に敬意を尋ねた。俺は神社のこと。 女とエマのこと、そしてあの夜のことを話した。両親は信じがたかったろうが、特に反論もせず、それからはしきりに彼女の名前を呼んで励ましていた。神社に着くと、俺は彼女の耳から携帯を取り、自分の耳に当てた。電話からは、おっさんのお経のような呪文のようなそんな声が聞こえる。 着きましたそうか。すぐに前、お前が入った建物まで運べ。俺とお父さんで急いで彼女を神社の裏手の建物に運んだ。おっさんはなんか合々しい格好をしていて頼もしかった。彼女をここに。言われた通り、彼女をおっさんの前の布が引っ掛けられた場所に寝かせる。 おっさんはお経のような呪文のような歌のようなそんな言葉を発しながら彼女の体に手をかざしたりし始めたたまに普通の日本語っぽい言葉も聞こえたそのうち彼女に変化があったうなり声が上がったと思うと彼女は目を見開いて またかまたかおのれおのれと、すごい行走で叫び出した。彼女は反り返り、たまにドスンと床に落ち、すぐに反り返る。お母さんはその様子を見て気を失ってしまった。俺ももう体がありえないくらい震えていた。 違う違うぞ。この男は違うのだ。いやいやわいわい。そっと寸前の俺をおっさんはいきなり捕まえて彼女の目の前に突き出した。よく見ながいい。お前の愛した男か。違うであろう。 すごい彼女の行奏。いや、これはあの女の顔なのかごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。違うんです。ごめんなさい。俺はエマを外したことを心の底から謝った。声にならない声でうなっている彼女。 そのうちそれはすすり泣きのようになっていた。おっさんはそれを見計らったように彼女の横にそっとしゃがみ込み、今までとは比べ物にならないくらい小さな声で語りかけていた。俺は腰が抜けて放心状態だった。横では彼女のお父さんもへたり込んでいた。やがて彼女はだんだん落ち着いた様子になり、 おっさんは最後の仕上げとでも言うように立ち上がり、またお経のようなものを読んで、俺らの前にしゃなりと正座した。もう大丈夫です。それを聞いて俺は涙がボロボロ出た。声を上げて泣きじゃくってしまった。お父さんとおっさんがいろいろ話をしていたようだがよく聞いていない。彼女は気を失ったままで、 意識が戻ってからでいいんで病院に行くようにと言われたおっさんは帰り際に俺に話した正直あの程度でここまで疲れるとは思わんかったあんたはよっぽど気に入られたんじゃな。もう払ったから心配いらんがもう彼女には会うな 未練には相当なもんじゃ。またあんたと一緒におればああなるかもしらん。もう会うな。お互いのためじゃ、気の毒じゃがそうせ。彼女のことは好きだったんでショックだったが、やむを得ないと思った。おっさんは続けて。できればの、引っ越せ。この土地を離れ。 それが一番安全じゃ元はといえばあんたの軽はずみな行動が原因じゃ反省せ引っ越しはちょっとと思ったがやっぱりやむを得ないと思った学校もやめなきゃその後彼女の両親に送ってもらったお父さんは こうなったのは君のせいだが、助けてくれたのも君だから礼を言う、と言ってくれた。お母さんはずっと黙ってた。俺は両親に、もう彼女とは別れ、自分もこの土地を後にし、戻らないと約束した。お別れも言えないなんて辛くて涙が出た。その後、俺は学校を辞めて地元に戻り就職した。 その頃つるんでいた友達もちょくちょく遊びに来てくれたが誰も彼女のことやあの夜の後日談に触れるやつはいなかったミーの呪い何年も前家から近い私立の女子校に進学して 中学1年生だった時小学校が一緒だった子がいなかったのに加えて入学してすぐに変な噂を流されてしまってクラスで孤立していました噂の内容は詳しくは教えてもらえなかったんですが猫を生きたまま食べてるのを見ただとかひどいうそっぱちでした中学に入ったばかりの女の子といえどこれを本気で信じていたとは思えないので やっぱりちょうどいいうさ晴らしの対象にされていたのかなとも思います。噂が流行り出したのが4月の終わりで、それまで少し仲良くしてくれていたことも話してもらえなくなり、寂しい思いをすること一月弱。6月に入ってから、二つ隣のクラスの子から呼び出されて、空き教室で話をしたんですが、彼女が、 本当に猫を殺したのなどと聞いてきました「私が違う」と言うと妙な頼み事をしてきます何でも彼女香川さんの飼い猫がこの辺りで行方不明になっていたそうですがつい最近死体になって見つかったのを私が殺したことにしてほしいと言うんです何でそんなことを言われるのかわからないし断ったんですが 香川さんは必要にそれを頼んできて、土下座までした上、なおも私が拒否すると顔をぶってきました。理由を聞いても答えてくれません。私はその頃、鹿とされるストレスなどから体調不良で、ガリガリの上に背も低かったんで、全く抵抗もできませんでした。 香川さんはなんだか危機迫っていて、私は怖くって彼女の言う通りにすると言ってしまいました。これから無実の罪を着せられてもっといじめられるんだろうかと思って私は泣き出したんですが、香川さんはとても嬉しそうにして私の手を握って。じゃあ、私がみーを殺しました。香川さんでなくみーを殺したのは私ですって言ってね。 と要求ししてきました変だなとは思ったんですが言うまで返してくれなさそうだったんでその通りに言いました私の手を離して香川さんは何度も「ありがとうありがとう」と言って私を玄関まで送ってくれました次の日から私はそれでもまた学校に来ていたんですが新しく噂が流れるようなことはなく 私はただ鹿とされていましたそのまま一週間くらい経ちましたある日の休み時間誰かが呼んでるとクラスの子に話しかけられておやと思いましたわざわざ私にそんなことを教えてくれるなんてこの子は私の味方なのかなと嬉しく思ったんですがふと見回してみるといつの間にかクラス中のほとんど全員が静かになって 私と戸口の方を見ていました戸口に目を向けるとそこには香川さんがいて「ちょっと来て」と言うんですがその姿が異常だったんです香川さんは両腕を交代でぐるぐる巻きにして両頬に大きな湿布を貼っていましたそして学校の中だというのに帽子をかぶっていたんです 先生に何か言われないのか不思議なくらいの格好でした。香川さんは泣きそうな顔で、放課後に学校の近くにある場所に来てほしい。と言って帰っていきました。私は彼女がいなくなってからその日塾だったことに気づいたんで、彼女のクラスを訪ねました。先生に、 香川さんはここ3日ほど登校していないと言われてぞっとしました。私に会うために学校まで来たのかと思うと、彼女に呼び出されたのが急に怖くなって、塾もあるから仕方ない仕方ないと自分に言い聞かせて約束をすっぽかしました。なんとなく不安なまま過ごした私は塾からの帰り道、へとへとで家まで帰る途中、 誰かが道にうずくまっているのに気づきました。夜10時近くだったと思うんですが、それは香川さんでした。私がびっくりして声をかけると、よかった、聞いてくれてよかった、と泣いて喜びます。私はそこで気づいたんですが、そこはちょうど香川さんに指定されていた場所で、 もしかしなくともずっと待っていたのかと思ってかわいそうになってしまいました。ガガさんはまだ包帯や湿布、それに帽子を身につけていて、とりあえず公園まで二人で歩いて座ると泣きながら喋り出しました。彼女はまず飼い猫に小さなことでついむしゃくしゃして二週間ほど前に殺してしまったんだと告白しました。 私が殺したことにしてほしいと頼んできた霊の猫は彼女自身が締め殺していたんです彼女が言うにはそれから立て続けに怖い体験をするようになったんでそれを猫の霊の仕業だと考えてそれらしいような噂が立っていた私に霊を押し付けようとしたんだそうですひどいことをしたのは謝るから一緒にお祓いに来てほしいの って言われました自分だけが受けるべき呪いが私にも降りかかっていたら申し訳ないからと私は気になって「怖い体験って?」と聞いてしまいました香川さんは怯えたように私にくっついてきましたミーの首が足がぶつかるの 歩いてて何か蹴ったなと思って下を見ると、それがミーの頭なの。見ないようにしてどんどん歩いても何度も何度も蹴る。踏んだりして、だんだんその形が変わっていくのがわかる。寝てるとき、暖かいものが布団に入ってくるの。ああ、みーだなーと思って抱きしめるんだけど、あれミーって私が殺したのにって気づくでしょ そうすると、いきなりそれが冷たくなって、べちゃべちゃした感触になる。驚いて飛び起きたら、もういないの。聞いているだけで寒気がしたのを覚えています。それで、私はそんなこと一切なかったよ。香川さんはまだそんな風なのと、また聞くと、彼女は、腕に毛が生えてきた。 と言います。猫の毛なの。だんだん増えてくる。それで、髭も生えてきた。昨日からは耳も生えてきたの。見てよ、この耳、見てよ。香川さんが興奮して帽子を外したので、私は半信半疑で立ち上がって彼女の頭を見てみました。が、猫の耳なんてもちろんどこにもありません。ないよ。 と告げると彼女は怒ったようにあるはずだあるはずだと怒鳴るんです私は気味悪くなりましたそれじゃあひげも見せてみてよと嫉妬を剥がそうとすると加賀さんは打って変わって弱気になってお願いそれをやめてとメソ,メソメソしながら拒みました私はそこで すっかり香川さんはおかしくなってしまったんだという結論に至って「夜も遅いからもう帰ろう」と言いました香川さんが「お祓いの件は約束してほしい」と言うんで「いいよ一緒に行こうね」と慰めてあげましたすると突然香川さんが頬に唇をつけてきて目元をなめられました 正直気持ち悪かったんですがもう私も疲れきっていたんで軽く振り払って二人で歩き出しました香川さんはまた帽子をまぶかにかぶっていましたしばらく歩いていると香川さんがいきなり立ち止まりました数メートル先に行ってついてこないので振り向いて名前を呼んでもじっとうつむいています それから、もじもじと足を動かすような動作をしました。しんずかいと、突然、香川さんが怒鳴りました。下を向いたまま。私は何か悪いことを言ったかと思い、彼女に謝ろうとしました。みー、しずかいみーというのは、香川さんの飼い猫の名前だったんですが、 香川さんはしきりにみーしつこいとばかり叫んで足を小さく動かしています。それが何かうつつくような仕草だと気づいて、もしかして香川さんには今あそこにみーの頭が見えているんだろうかと思い至りました。もちろん地面には何も落ちていません。香川さん、そこには何もないよと言っても香川さんは興奮したままで、 ついに、静かい、静かい、静かいと大きく足を振って、その何かを蹴るような動作をしました。がん何かが私の足に勢いよくぶつかりました。気のせいなどでは済まされない感触で、何か小ぶりのボール台のものがぶつかって跳ね返っていったのがわかりました。 香川さんは顔を上げていて、私の足から私にぶつかって跳ね返ったものが転がっていっただろうあたりを目で追っていました。しかし、やっぱりそこには何も見えません。何が起こったのかわからないでいるうちに、香川さんがはっとして私を見て、ごめんねと真っ青な顔で言うや否や、 私は信じられないほどの恐怖に駆られて彼女を置いて家まで逃げ帰りました家では遅くなった私を家族が心配して待っていました母親に顔色が悪いと言われてすぐ風呂に入らされ一人で湯に浸かった後、洗い場でふくらはぎの裏を見ると大きな青技ができていました 怖くてすぐ布団に入って熱を出して家族に看病されました。熱自体はすぐに引いたんですが具合が悪いと言って次の日は学校を休みました。休日を挟んで月曜日、学校に行くとクラスの子が2、3人いきなり謝ってきました。面食らっていると何でも私が初めて学校を休んだんで、 無視やいじめの度が過ぎたんだと思い込んだようです。その子たちを見て、結局クラスのほとんど全員が私に謝罪してきました。香川さんは来ていませんでした。それからも2週間ほど香川さんの姿を見ることはなく、学校にも登校しないまま、いつの間にか席もなくなったようでした。 お祓い同行の話もそのままなくなりましたただ足にできた大技はその後丸々2年間も残りそれを見るたびに私はみーの話を思い出して気持ちが悪くなりました猫に関する恐怖体験は幸いにも特になかったこと中学を卒業する頃にはあざもすっかりきれいに消えたこととが救いです 香川さんのおかげと言ってはなんですが、それからは私も学校で友達も作れるようになりました。彼女にこれ以上関わりたいとは思わなかったんで、情報は極力集めないようにしていたせいで、香川さんがその後どうなったかは知りません。 呪われる歌彼女と一緒の時に見たことない番号からかかってきたのねなんか間違い電話かと思って無視してたんだけど彼女が「私の前じゃ出られない番号なわけ?」とか言ってなんか浮気を疑ってしつこいから仕方なく出たわけそしたらいわゆる下級請求詐欺の電話 あなたがご利用になったサイトの料金が未払いでってもろドッキュンっぽい声で言ってんの俺彼女いますんでそういうとこを見ませんからとか言ってもバカはマニュアル通り登録ありますんでの一点張りこういうのって無視が一番なのにさ彼女まだ疑ってて変わってとか言って携帯奪って話し出したわけ ドキューンは空気読まずねあなたの彼がご利用になった、うれうれ人妻クラブの、とか言って、彼女の顔を青ざめてんの。浮気の疑い晴れたけど、違う意味でピンチ。俺が横で、そういうよくある悪徳業者ってわかるじゃん。とか、小声で彼女に言っても、ますます彼女の表情が引きつってくんの。もう最悪。 せめて詐欺からの電話だけでも終わらせようと電話取り返したら急に彼女絶叫。電話口で大声出されたドキュンは怒りマックスで、うふざけてんのかこらとかめっちゃ巻き舌ですごむしめんどくさい状況に。<laughs> すみません。うちの彼女ちょっとあれ系でとかわけわかんない言い訳とかしつつ慰めつつ切るタイミングに測ってたら彼女が、早く切って 今すぐと嘘で引っ張んの自分のせいで切れない状況にしといて何なんだよとか思ってたら飛びかかってきて携帯強奪して切っちゃった俺が一体何なんだよと聞いたら「さっきの電話は聞き続けたらダメ!と」と袖は詐欺師の相手し続けるわけにいかないがそんなに怯えなくってもああいうのはただの脅しで。 こっちの居場所はおろか、名前さえも特定できやしないんだから、切っちゃって OK なんだと説明したら、そっちの意味でやばいんじゃないと。まあ、前置き長くて言ってなかったが、彼女は見える子で、主に自身にとって良くない影響があるものだけ感知するタイプらしい。俺は全然感じない体質だから、最初は信じてなかったんだけど、 そういう虫の知らせで、現に何回か事故とか危ない場面を回避できてるから、最近はあながち嘘とも思えなくなってきてたんだけれども、まあ、今回も例のごとく危ない何かを感じて切ったらしい。で、具体的には、彼女が架空請求業者の電話を取った時、はじめは女じゃなくてほっとしてたところ、淡々とマニュアル通りのセリフを言っているドキュンの声に混じって、もう一人 誰かが支え合えてる声がする。後ろで上司のヤクザが指示を出してたんじゃないかと俺が笑い飛ばしたら彼女曰く。オファーさんの声だからそんなはずない。それに変な童謡みたいな君の悪い歌を歌ってた。そうならしい、それもなんか断片的にしか聞こえなかったが、井戸の中だの、こう吊るしだの。 目をつぶし、だの、異常な言葉ばかりがはっきり聞こえ、直感的に、これは聞き続けたらやばい、と恐怖感が凄まじくこみ上げてきて、思わず悲鳴を上げちゃったらしい。度胸には聞こえていなかったようで、当然俺にもそんなの聞こえなかったから、知らぬが花で関係ないじゃん、とか言ったら。でも、気づかないからって、無事で済む類のやのじゃないと思う。 だんだん声が大きくなってきて、最後、俺がまた変わって、ドキュンの怒鳴り声を聞いてたあたりは、離れてても、怒鳴ってる男の声よりもはっきり聞こえるようになってきてたそうな。しかも、歌は7日で始まって、一つの調子が終わるたびに、6日、5日と減っていって、俺がだらだら切れずにいたから、3日まで来てて、 最後まで聞いたらとてつもなく恐ろしいことが起きそうな予感がして強行手段に出たそうなあ。何それ階段サイトの読みすぎじゃねと平然を装いつつも内心、何それすごい迷惑とか思った。だってあの業者に電話してあいつと話したやつは詐欺に引っかかった上に呪いまで被るわけじゃん。後日彼女がそれ方面に詳しい知り合いに聞いたら 多分その男本人についてるが拡散させながら巻き添えを作る厄介なやつらしい。その後彼女の愛犬が変死したのと俺が事故に遭って片足折ったのは多分それと関係ないとは思うが呪いの除去 数日前の実体験です知人のおばあさんががの強い怖い人だけど自分の母親の話をする時だけは顔つきが穏やかになるその人から聞いた昔話が原因そのおばあさんの母親あきさんはおばあさん含め6人の子供を産んだ 6人目の男の子供が2歳の頃に秋さんの実母が病弱で危篤を知らせる電報が来たそうなけれどすぐには実家に帰ることができず結局実家に帰れた時には実母は亡くなっていたらしい秋さんは元来気が強く性格もきつい人だったらしいが実母の死に目に立ち会えなかったことが悲しくって 夢でもいいから会いたいと願っていたそうだ。そんなある日、願いが叶って母親が出てくる夢を見た。ところが夢に出てきたのは実部じゃなくって旦那の母親。つまり義母にあたる人。しかしこの義母は旦那が14歳の頃にすでに亡くなっていて、写真でしか秋さんは知らない。 その義母が夢にできてきてこう言った「もうすでに息子の席はこちらの世界に用意してあります」「49歳になったら息子を迎えに来ますからね」「当時秋さんは40代前半で旦那さんは47歳だったとのこと」 子供六人いて、一番下の子がまだ二歳だった秋さんは、まだ主人を連れて行かれては困ります。どうか下の子が一人前になるまで迎えに来るのを待ってください。私はそのためなら不足を言いません。人に尽くしてこれからは行きます。と誓いを立てて、毎日仏壇に手を合わせながら祈り続け、自分の幸せなんて帰りず、 時にには訪問販売とかの詐欺にあったりしても、人に蔑まれたり嫌がらせを受けたりしても人を恨んだらその分自分に帰ってくるかもしれない私のせいで主人の寿命が縮まるかもしれないと思ってそれまでの気の強さが嘘のようにつつましく生きたらしい当時子供が一人前になるというのは成人ではなく 結婚して家庭を持つということ。それから二十年後、二十二歳になった春に結婚した品の子供を祝った年の秋口に、突然、何の前触れもなく、旦那さんは亡くなったという。つまり、六十七歳まで生きたわけだ。旦那さんが亡くなったのは悲しいことだったが、 義母が祈りを聞き届けてくれたのかと思った秋さんはそれからも自分の生き方を変えることもなく90歳くらいまで生きたらしいそんな話を突然聞かされて訳がわからないまま自分は「ああそうですかすごい話ですね」と相づちを打ってただけなんだけどぶっちゃけどうでもよかったで話を聞いたその後 友人と遊ぶために友人の家にそのまま足で行った友人小林の家はおばあちゃんが昔お祓いする人かなんだかそんな感じだった人とかで客間兼仏間にはものすごく大きな仏壇があるんだけどいつお邪魔してもなんだか仏壇が大きすぎて緊張して落ち着かない小林の母親は気質の優しい人で 例とかそういうものが目で見えるわけじゃないけれど何かがいるとか気配で敏感に感じる人だという。で、いつものように小林の家に行き客間に買って知ったるで入って行ったときその和室の敷居をまたいだ瞬間に体から力が抜け落ちてしまってなぜかその場に座り込んでしまった。なんだこれと疑問に思うし 意味がわからないし、でも立ち上がる気力がないしで戸惑っていたら小林のおばさんが母親に入ってきて「こうちゃんうちに来てホッとしたでしょどこからかたくさん引き連れてきたね全部おばあちゃんが落としてくれたわよだってさでおばあさんに肩をたたかれた後 いきなり体が軽くなって立ち上がることができた。そういえば、知人のおばあさんと別れた後から、なんだか体が重いなって思ってたことに、その時になってようやく気づいたんだ。しかし、小林のおばあちゃんはもう亡くなっているんだけれどな。まさか、仏間にいるの自分は霊感とか一切ないんで、なんか不思議な体験でした。